皆さんこんばんは、今日は横浜スタジアムで行われました横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースのクライマックスファーストステージ第1戦ですね、これをお伝えします。今日は関西テレビの方で、僕と掛布さん、そして、立山さん、この3人で解説しておりました。非常に、点はあんまり入らなかったんですが、面白いゲームでした。今日のゲームはですね、まず皆さんにご覧いただきましょう。ホワイトボードがないので、スコアブックになりますが、こういうような展開ですね。5回にタイガースが2点を取った、この2点をずっと守って結局2対0で終わったと、いうゲームなんですけれども、よく見ますとですね、三者凡退の回、これはですねタイガースが4回と6回2回だけ、そして、横浜に限ってはですね、これ3回に1回三者凡退を食らってる。それ以外はですね、全イニングでですね、ランナーが出てるけれども、終わってみたらですね1点も入らなかったというね、そういうゲームになったわけですね。これまた初回からちょっと見ていきましょうか。今日の先発はですね、両エースですね、横浜は今永、そしてタイガースの方は青柳というね、こういうピッチャーになりました。日刊スポーツなどではですね、オープナーで才木を最初に出して、普通の打線にして左バッターを並べられるのをちょっと嫌がる、そして途中から青柳に変わるというような、そういう案もあるというような話が出てましたけれども、これはですねちょっと考えすぎじゃないのかな、でも本当にそういう方向になる可能性があったというようなことを聞いてですね、と思いましたね。青柳からすればですね、投手三冠を取ったピッチャー、そのピッチャーにですね策を弄する必要はない、もう正々堂々と戦っていけばいい、そういうような気持ちで僕は見ておりました。今日は青柳やっぱり良かったですね。ランナーは出しましたけれども、本当に安定したピッチングを続けられました。結局ですね、今日は青柳6回投げて、球数が85球、4安打、2奪三振、1四球無失点ということで、素晴らしいピッチングだったですね。結局横浜の方はですね、今日まずスターティングメンバーから宮崎、そして外、この2人が外れてましたね。だからちょっと見てましてですね、横浜のなんかこう大きいのを打つっていうような打線ではなかったんですよ。1番桑原、そして2番に、青柳に相性のいい上里ですね、3番佐野、4番牧、そして5番に楠本、6番藤田を使いましたね、サードで、そして、7番に、森、8番峯井、ピッチャー今永と、このメンバーを見ますとですね、そんなに大きいのを怖がる必要はないな、言ってみれば佐野と牧、3、4番ここさえしっかりと抑えればですね、そんなに点取られないんじゃないかなっていうね、そういうような打線でしたね。そういう点では1番の桑原を抑えればですね、そう点にならないっていう感じでした。今日は、桑原を4打数ノーヒットに抑えてます。この辺が一つ勝因になったんだろうなという気がしますね。そして、一方のタイガースの方はですね、2番に糸原セカンドで使いました。そして4番大山、5番に原口、6番に佐藤、7番にレフトで陽川を入れましたね。でキャッチャーが坂本、そして青柳というメンバーでした。いろいろありましたね。初回は2アウトからランナー出た、そして、2回は1アウトから6番の佐藤がセンター前に出たんですけれども、ヨーカーですから、もうね、これはもうフリーに打たすしかない。ここで見逃しの三振、坂本がセンターフライで、無得点。この3回がちょっとチャンスありましたね。ワンアウト、青柳がアウトになった後の中野、これがショートへの内野安打。そして糸原、ワンアウトですけれども、僕も掛布さんもですね、ここはバントして、2アウト2塁を作って、近本に期待する、それがいいんじゃないかなっていう話をしてたんですが、この場面での糸原はですね、甘い球まっすぐ見逃し、そして外のまっすぐ見逃し、そして外に1球ボールが来て、また外のまっすぐを見逃したということで、1球も振らずの見逃しの三振をしてしまったということでしたね。次の打席では代打を出されますけれども、この辺の糸原の内容がですね、ちょっと寂しかったなという気がしますね。バントでもよかったかなという気がしました。3番の近本がですね、その後にセンター前のヒットを打って、
1、3塁という形を作れてますから、あ、バントで2塁にやってれば1点入ったなっていうようなね、そういうような展開でしたね。まあ、だけどここでも結局点が入らず、そして4回はタイガースは三者凡退、そして5回の表やっとタイガースに先制点が入ります。坂本がアウトになった後の9番青柳、まあ、この流れからするとですね、この回は点にはならないだろうなというような回だったんですが、青柳はですねライト線にヒットを打ちました。ワンアウトで1塁、そして中野がつなぎましたね、1、2塁。2番糸原のところでですね、早々と、まあ、これ代打のマルテを使いましたね。これが当たりました。ツーストライクを取られた後、際どい球3球、これはやっぱりマルテしか多分見逃せなかったんじゃないのかなっていうぐらい、際どい球を見逃し見逃し見逃し、結局フルカウントにまでして、最後はまあ完全なボール球が来て、ワンアウト満塁という場面を作ったんですね。そして、チャンスに強い近本、2ボール1ストライクからのまっすぐをセンター右へ打ち返して、これが2点タイムリー、そういうことになりましたね。まあ、欲を言えばですね、この後まだチャンスがあったわけですね。近本が盗塁をして、まだワンアウト2、3塁っていうね、場面ができた。そして、大山は申告敬遠で満塁、その後原口っていう場面だったんですが、ここで、ワンワンからインサイドのまっすぐ、これに詰まらされてショートのフライということで原口やられましたね。そしてまだ2アウトですけれども、満塁佐藤、期待しましたけれども、ワンボールから、まあ、高めのまっすぐですかね、これを打ってセンターフライということで、まあ、2点は取れましたけれども、3点目チャンスがあったところ追加点ができなかったっていうところで、まだこのゲームはわからないぞというふうに感じましたね。そして、6回から横浜は入江が6、7と抑えましたね。まあ、この7回の表の先頭打者中野が打って、今日3本目のヒットです。中野頑張りましたね。そして、途中から出てる小畑、これがですねバントだったんですが、キャッチャー前のバントをしてダブルプレーを食らう、ね、この流れが非常に嫌でしたね。結局この回は3人で終わってしまったっていうね。これはまだ横浜からすると3イニング残してますけども、何かあるのかもしれないな、そういうのを感じさせる小畑のバント失敗でしたね。7回の裏、この岩貞が来ましたね。まあ、左バッターが3人続くっていうところで、岩貞が行って、楠本をショートフライに抑えました。そして、2番目に代打の宮崎を使ったところで浜地を持っていった。この辺はいい系統だったと思いますね。ショートゴロ、そして外、またこれも代打です。外が出てきて、これは右中間にフェンス直撃の二塁打でしたけれども、8番峰井をピッチャー強襲セカンドゴロという形で抑えて、この回も得点できずという横浜でしたね。そして8回は横浜の方は伊勢、そして9回はエスコバーで、まあランナーは出しましたけれども、なんとかしのいだっていうところなんですが、8回の伊勢、先頭打者の大山にフォアボールを与えるんですよね。そして原口の2球目、ここでですね、ダイソーの江越がスティール、ノーアウト2塁という場面を作りました。そして原口がここで送って、ワンアウト3塁、またチャンスが来ましたね。そして佐藤だったんですよね。ここはもう外野フライでいいぞっていうところだったんですが、シーズン中からですね、こういう場面でなかなか佐藤輝がですね、犠牲フライを打てない。ここもワンボールから高めのまっすぐ、苦手なところですよね。ここを攻められて、結局レフトフライ、浅いレフトフライで結局ランナーは動けずっていう形になりました。島田はフォアボールで歩いた後、坂本が3-1、まあ、バッター有利カウントだったんですが、振りに行ってライトフライで、この回も点にならず。なんかね、チャンスはいっぱい作るんですが、結局得点できないっていう阪神、まあ、普通であればですね、流れが相手に行くんですよ。だけどその流れをですね、まあ、リリーフ陣がきっちり止めてましたね、ここまで。そして驚いたのは8回裏、多分湯浅が来るんだろうなって皆さんが思ってたところにですね、岩崎が出てきました。これはまあ9番からのところだったんですが、9番にここは大和、岩崎大和をまあショートフライに抑えて、まずワンアウト、そして桑原ピッチャーゴロ、あ、これで2アウトだなと思ったんですが、岩崎がですね一塁へ悪送球、これでエラーが出て、
まあ、自分でピンチを作ってしまったっていうね、ワンアウト一塁、そして、代打のオースティン、まあ今年は1割台しか打ってないんでそんなに、怖がらないでもいいんですけれども、やはり今までのね、オースティンの怖さ、そういうものを感じてるんでしょうね。ここフォアボールを出しました。ワンアウト1、2塁ピンチを作ったんですよね。そして、佐野は左対左なんでそのまま続投して2-1からですね、ファーストへファールフライインサイド、これはいい球でしたね。2アウトを取りました。そして4番の牧っていうところで、湯浅を持ってきましたね。湯浅これ買いまたぎするな、ね。8回の裏の2アウトから出てきて、結局牧をですね 2-2 から外のフォークボール、これで三振を取ったということで8回も0。そして9回はこれ、ま、湯浅が続投ですね。結局湯浅まあ、終わってみたらですね、いい経験ができたなと思います。まあ、来年の抑えはこれ湯浅になるのかなっていうのを感じさせる、そういうピッチングでしたね。8回の2アウトから出てきて9回最後まで投げましたね。2アウトから、外にヒット1本打たれましたけれども、代打の太田をサードゴロに抑えてゲームセットと、そういうことになりました。終わってみたらですね、5回の近本のタイムリー2点だ、これだけでした得点。まあどっちにしても今永と青柳ですからロースコアのゲームになる、まあ、それは予想しておりましたけれども、それにしてもですね、横浜の打線がですね1点も取れなかったっていうのはちょっと想定外でしたね。まあ、それぐらい、まあ、タイガースの投手陣が非常に良かったと言ってしまえばそうですね。今日の青柳は、まあ、ランナー何回か出しましたけれども、中盤なかなか勝てなかった頃の青柳とは全く違って、指にかかったボールがですねビシッと来てました。そして、スライダーもですね、まあまあストライク取れておりましたので、なかなかバッターからすると狙い球が絞りづらい、そういうようなピッチングでしたね。はい。まあ、今日いろんな新聞に出ておりました、このファーストステージの初戦を取ったチームの勝率が 84% あるということはですね、本当にタイガースが非常に有利になったなという、そういう今日の一勝でしたね。はい。ということで、明日のゲームはですね、横浜はですね先発大貫、そして、タイガースの方は伊藤将司、この2人の投げ合いになるんですが、まあどちらにしてもですね、2人ともいいピッチャーなので、やはり今日のようなやっぱりロースコアの戦いになっていくんじゃないか、ロースコアの僅差のゲームね、そういう風になっていくんだと思いますね。そうなるとやはりいかに得点圏にランナーを置いて攻撃ができるかっていうところが非常に大事なポイントになるので、こういう短期決戦1点が大事、そういうところからするとですね、やっぱりバントをおろそかにしちゃいけないな、今日は小畑がねバント失敗しましたけれども、こういうバントをですねきっちりできる、そういう風になっていかないとなかなかね信頼されるバッターになっていかないぞっていうのを感じてもらいたいですね。はい。ということで、今日のゲームは阪神タイガースが横浜 DeNA ベイスターズに2-0完封勝ちしたというゲームをお伝えしました。以上です。